本日はイタリアワイン一問一答です。イタリアからは例年10問程度出題され、範囲も出題数も大きいテーマです。近年の出題傾向としては、メジャー産地、著名な DOCG は地図上の記述で問うような問題や、マニアックな範囲まで出題がされており、難易度が上がっていますので、しっかりと対策していきましょう。各テーマの解説動画についても、再生リストから一気に視聴ができますので、ぜひ参考にしてください。概要欄にリンクを貼っておきます。純吉のお店でもオンリストしているおすすめのワインについても、概要欄にリンクがありますので、そちらもぜひポチってお試しください。イタリアで最初の原産地呼称が交付された年は、1935年、1963年、1971年、1980年、1963年。この法律は特定の地域で生産されるワインの品質と特性を保護し、保証するために導入されました。この制度により、ワインの生産方法、使用されるブドウの品種、アルコール度数などが厳しく規定され、消費者が信頼できる品質のワインを手に入れることができるようになりました。イタリアの全ブドウ中、栽培面積が第2位の品種は、ピノグリージョ、サンジョベーゼ、メルロー、グレーラ。グレーラは主にプロセッコの生産に使用されており、ベネト州やフリウリベネチアジュリア州で栽培されています。プロセッコはその軽快でフルーティーな味わいで世界中から人気があり、グレーラの栽培面積もそれに伴って増加していますね。上位4品種くらいまでは楽勝で抑えておきましょう。バッレダオスタ州の DOC の数として正しいものは、0、1つ、2つ、3つ。1つ。その1つはバッレダオスタです。この DOC は地域全体をカバーし、様々なスタイルのワインが生産されています。バッレダオスタ州は、イタリアで最も小さなワイン生産地で、アルプス山脈に囲まれた独特の地形と気候が特徴です。大半がシャルマ方式で作られている発泡性ワインの DOP は、フランチャコルタ、トレント、アスティスプマンテ、アルタランガ。アスティスプマンテはシャルマ方式で作られる発泡性ワインの代表格です。その他の選択肢は全て伝統的な瓶内二次発酵を使用して作られます。ピエモンテ州で作られる微発泡性甘口赤の DOCG ワインは、バルベラダスティ、バルベラデルモンフェラートスペリオーレ、ブラケットダックイ、ドルチェットディディアーノダルバ。ブラケットダックイはアスティ県とアレッサンドリア県で作られる赤ワインで、色調は淡いロゼから濃いルビーまで様々です。赤ワインはアルコール度数 11.5% 以上で、セッコからドルチェまで範囲があります。スプマンテはアルコール度数 12% 以上で、エクストラブルットからドルチェまであります。スプマンテの二次発酵にはシャルマ方式が主流ですが、瓶内二次発酵も認められており、辛口も存在しています。バローロとバルバレスコの地域に気象上の影響を与える川は、タナロ川、セシア川、アルノ川、ピアーベ川。タナロ川はバローロとバルバレスコの地域に次のような気象上の影響を与えます。温度調整により極端な気温変化を和らげ、適度な湿度を保つことでブドウの成長を促します。また、川から発生する霧が日中の強い日差しからブドウを守り、良い気候を形成することで高品質なブドウを生産する環境を与えます。DOCG カネッリの主要品種は、アルネイス、コルテーゼ、シャルドネ、モスカートビアンコ。カネッリはアスティのサブゾーンから独立したワイン産地で、カネッリ周辺の標高165メートルから500メートルの
17の村に広がっています。主要品種はモスカートビアンコで、微発泡の甘口ワインが特徴です。アルコール度数は総体 12% 以上、既得アルコールは 4.5% から 6.5% です。30ヶ月以上熟成されるレゼルバはモスカートの熟成能力の高さを示しています。リグーリア州におけるドルチェットの別名はロッセーゼ、オルメアスコ、ピガート、ボスコ。オルメアスコ。ドルチェットは主にピエモンテ州で作られる黒ブドウ品種ですが、リグーリア州の一部でも栽培されており、そこではオルメアスコという別名で親しまれています。他の選択肢はリグーリア州で栽培されている別のブドウ品種です。リグーリア州とトスカーナ州にまたがる DOP ワインはオルメアスコ・ディ・ポルナッシオ、コッリ・ディ・ルーニ、ロッセーゼ・ディ・ドルチェ・アクア、リビエラ・リグーレ・デ・ポネンテ。コッリ・ディ・ルーニ。コッリ・ディ・ルーニはリグーリア州とトスカーナ州にまたがる DOP ワインで、特にベルメンティーノのフレッシュでフルーティーな白ワインが有名です。また味わい深いサンジョベーゼの赤ワインも生産されています。他の選択肢はリグーリア州内で生産されるワインです。ロンバルディア州バルッテリーナでのネッビオロの別名はカラブレーゼ、スパンナ、キアベンナスカ、タイ。キアベンナスカ。ネッビオーロはバローロやバルバレスコなどの高品質なワインで知られるピエモンテ州の主要品種ですが、バルッテリーナでも高品質な赤ワインが生産されています。 DOCG フランチャコルタの主要ブドウ品種でないものはモスカートビアンコ、ピノビアンコ、エルバマット、ピノネーロ。モスカートビアンコ。フランチャコルタはイタリアのロンバルディア州で生産される瓶内二次発酵方式によって作られるスパークリングワインです。主要なブドウ品種はシャルドネ、ピノビアンコ、エルバマット、ピノネーロ。熟成規定はロゼとサテンは最低24ヶ月、ミレジマートは最低30ヶ月、リゼルバは最低6ヶ月の瓶内熟成が義務付けられています。イタリアで最も北に位置する州はバッレダオスタ州、フリウリベネチアジュリア州、トレンティーノアルトアディジェ州、ロンバルディア州。トレンティーノアルトアディジェ州。トレンティーノアルトアディジェ州はイタリアで最も北に位置する州です。この州はオーストリアとスイスに接しており、アルプス山脈に囲まれた地域です。主要なブドウ品種にはピノグリージョ、トラミネールアロマティコ、ラグレインなどがあり、高品質なワインが生産されています。トレンティーノアルトアリデ州のスパークリングワイン、トレントの主要品種はシャルドネ、ピノグリージョ、ノジオーラ、ピノビアンコ。シャルドネ。トレンティーノアルトアリデ州で生産されるトレントのスパークリングワインは主にシャルドネを使用しています。冷涼な気候のこの地域はシャルドネが高品質なスパークリングワインを生産するのに最適です。伝統的な瓶内二次発酵方式で作られ、長期熟成によって複雑な風味と繊細な泡立ちが特徴となります。ベネト州においてバルパンテーナとして地理的表示が認められている DOCG はレチョート・ディ・ガンベラーラ、バルドリーノ・スペリオーレ、アマローネ・デッラ・バルポリチェッラ、コッリディ・コネリアーノ。アマローネ・デッラ・バルポリチェッラ。アマローニ・デッラ・バルポリチェッラはベネト州でバルパンテーナとして地理的表示が認められている DOCG です。バルパンテーナはバルポリチェッラ地区の特定のサブゾーンであり、高品質なワインが生産される地域です。ベネト州で赤ワインのみ生産可能な DOCG はレチョート・ディ・ガンベラーラ、アリアニコ・デル・タブルノ、コッリ・アゾラーニ・プロセッコ、バルドリーノ・スペリオーレ。バルドリーノ・スペリオーレ。
バルドリーノスペリオーレはベネト州のベローナ県で赤ワインのみ生産可能な DOCG です。バルドリーノを中心に作られ、アルコール度数は 12% 以上で、1年の法定熟成期間が必要です。また、古くから栽培されてきたクラシコの指定地域があります。主要品種はコルビーナベロネーゼ主体で作られます。ベネト州はかつてのベネツィア共和国の時代、何と称えられていたか。アドリア海の女王、ローマの穀物庫、赤いベルト、緑の心臓。アドリア海の女王。7世紀に小さな島が集まって誕生したベネツィアが東方貿易の独占により大いに繁栄し、ベネツィア共和国となり、アドリア海の女王と称えられるようになりました。DOCG リソンはどの地域から独立して昇格したか。プラマジョーレ、カネッリ、アゾラーニ、カンネリーノ。プラマジョーレ。リソンはプラマジョーレ地域から独立して昇格しました。この地域はベネト州とフリウリベネツィアジュリア州にまたがっています。リソンは高品質な白ワインの生産で知られており、主要品種はタイ、別名都会フリウラーノです。フリウリベネツィアジュリア州の DOCG はすべて白ワインのみ生産が認められていて、DOCG ロサットの主要品種はフリウラーノである。この説明は丸か×か。丸。フリウリベネツィアジュリア州には4つの DOCG があり、すべて白ワインのみが生産可能です。DOCG ロサッツォはフリウラーノを主体とした白ワインで、2011年に DOCG に昇格しました。エミリアロマーナ州は州都ボローナの西がロマーナ地方、東がエミリア地方で、ロマーナ地方で作られる発泡性、微発泡性の DOC ランブルスコが有名である。この説明は丸か×か。×。エミリアロマーナ州の州都ボローナの西がエミリア地方、東がロマーナ地方です。そして発泡性、微発泡性の DOC ランブルスコはエミリア地方で作られています。したがってこの説明は間違いですね。トスカーナ州でカベルネソービニョンを 100% 使用できる DOCG ワインはカルミニャーノ、モレッリーノ・ディ・スカンサーノ、バルディ・コリニア・ロッソ、スベレート。スベレート。スベレートはトスカーナ州でカベルネソービニョンを 100% 使用できる DOCG ワインです。スベレートはもともと DOC バルディコリニアのソットゾーナでしたが、独立して単独の DOCG に昇格しました。この地域はスーパータスカンスタイルのワインで知られており、高品質なカベルネソーヴィニョンが生産されています。 DOCG キャンティクラシコグランセレツォーネの最低熟成期間は24ヶ月、30ヶ月、36ヶ月、48ヶ月。30ヶ月。 DOCG キャンティクラシコグランセレツォーネはキャンティクラシコの中で最高品質のカテゴリーのワインです。このワインは最低30ヶ月の熟成期間を経る必要があり、この期間には少なくとも3ヶ月の瓶内熟成が義務付けられています。トスカーナ州で赤ワインの甘口タイプの DOCG ワインはスベレート、カルミニャーノ、エルバ・アレアティコ・パッシート、ベルナッチャ・ディ・サンジミニャーノ。エルバ・アレアティコ・パッシート。エルバ・アレアティコ・パッシートは陰干しして糖度を上げたブドウで作られる甘口赤ワインです。ウンブリア州で昔は教皇御用達だった DOP ワインはトルジャーノ、モンテファルコ、オルビエート、コーネロ。オルビエート。オルビエートは昔は寄付金の付着による黄金色の甘口ワインとして名声を誇り、教皇御用達でもありました。現在はトレッピアーノの一種である
プロカニコやグレケットなどで作られる優しい味わいの白ワインとして人気があります。ラツィオ州にはイタリアの州都ローマが位置し、古代ローマ時代からブドウ栽培が盛んであり、ローマのすぐ南に位置するフラスカーティでは伝統的に甘口のことをドルチェと言わずチェラスオーロという。この説明は丸か×か。×。ラツィオ州にはイタリアの州都ローマが位置し、古代ローマ時代からブドウ栽培が盛んです。しかしフラスカーテでは甘口のことをカンネリーノと言います。チェラスオーロはロゼワインやチェリー色のワインを指します。したがってこの説明は間違いですね。マルケ州でモンテプルチアノを主要品種として作られる DOCG ワインはコーネロ、タウラージ、ビーノノビレディ・モンテプルチアノ、モンテファルコ・サグランティーノ。コーネロ。コーネロはマルケ州でモンテプルチアノを主要品種として作られる DOCG ワインです。古代ローマ時代よりアドリア海沿岸で最も優れた赤ワインとしてその名声が知られています。ビーノノビレディ・モンテプルチアノはトスカーナ州でプルノーロ・ジェンテーレから作られます。モンテファルコ・サグランティーノはウンブリア州でサグランティーノから作られます。モリーゼ州だけで栽培されている黒ブドウ品種はチェザネーゼ、スキアーベ、ティンティリア、サグランティーノ。ティンティリア。ティンティリアはモリーゼ州特有の黒ブドウ品種で、香り豊かで風味の強い赤ワインを生産します。カンパーニア州の DOP の中で赤ワインのみ生産が認められている銘柄はタウラージ、グレーコディトゥフォ、ベズビオ、フィアーノディアベリーノ。タウラージ。タウラージはカンパーニア州で赤ワインのみ生産が認められている DOP です。古くから名酒として知られており、現代でも南イタリアで最も尊敬されているワインの一つです。主にアリアニコというブドウ品種から作られ、ヴィンテージによっては10から30年の熟成能力がある力強い赤ワインです。プーリア州の DOCG ワインで生産可能色がロゼのものはプリミティボ・ディ・マンドゥーリア・ドルチェ・ナトゥラーレ、カステルデル・モンテ・ボンビーノ・ネーロ、カステルデル・モンテ・ネーロ・ディ・トロイア・レゼルバ、カステルデル・モンテ・ロッソ・レゼルバ、カステルデル・モンテ・ボンビーノ・ネーロ。カステルデル・モンテ・ボンビーノ・ネーロはプーリア州の DOCG ワインでロゼワインの生産が認められている唯一の銘柄です。主要品種はボンビーノ・ネーロでフレッシュでフルーティーな味わいが特徴です。ジビッポ 100% の白のスティルワインと発泡性ワインのみ生産が認められている DOC はアルカモ、エトナ、バルバジア・デッレ・リパリ、パンテッレリア。パンテッレリア。パンテッレリアはジビッポ 100% の白のスティルワインと発泡性ワインのみが生産できる DOC です。パンテッレリア島は地中海の黒い真珠と呼ばれ、特有の気候と土壌が高品質なワインの生産に影響を与えています。サルデーニャ州で唯一の DOCG ワインはトルジャーノ・ロッソ・リゼルバ、チェラスオーロ・ディ・ビットリア、ベルデッキオ・ディ・マテリカ・リゼルバ、ベルメンティーノ・ディ・ガルーラ。ベルメンティーノ・ディ・ガルーラ。ベルメンティーノ・ディ・ガルーラはサルデーニャ州で唯一の DOCG ワインです。ベルメンティーノという白ブドウ品種を使用して作られ、フレッシュでアロマティックな特徴を持つ高品質な白ワインです。本日の内容はここまでです。このチャンネルではワインソムリエ試験の対策をコンテンツの目的として、学ぶって楽しいをコンセプトにお届けしています。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画もよろしくお願いします。